チャーリー・テイラーは、イングランド・ノース・ヨークシャー州ヨーク出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。バーンディ・ FC 所属。リーズ・ユナイテッド・ AFC の下部組織出身であり、2010から11シーズンのリーズ・ユー・18チームで、当格を表す。同シーズンの入滑するユナイテッド・ FC との試合で、決めたゴールは4月に、LFC アカデミーユース最優秀ゴールに、 選ばれた。5月にトップチームと3年契約を結んだ。9月10日のクリスタルパレス FC 戦でリーグデビュー。2012年1月には県産を積むためにフットボールリーグ2のブラッドフォードシティ、AFC に期限付き移籍した。2012から13シーズンは生まれ故郷のクラブであるヨークシティ FC に期限付き移籍した。当初の期限は1年の予定だったが、 わずか2ヶ月後にリーズに復帰した。その後数クラブにローに出されるも2014から15シーズンはリーズに正式に復帰。キャプテンのスティーブン・ウォーノックとポジションを争い、ウォーノック故障後はスタメンに名を連ねた。また、監督のニール・レッド・ファーンから右ウィングに配置されることもあった。同シーズンには年間最優秀若手選手賞にノミネートされていたが、 チームメイトのルイス・クックが受賞した。2015から16シーズンも好プレーを見せ、プレミアリーグのクラブから関心を示された。2016から17シーズンは、テイラーのトランスファーリークエストをリーズが拒絶したと報じられ、クラブとの関係悪化が懸念されたが、後にテイラーが否定。しかし、12月29日のアストンビラ FC 戦で、負傷し離脱。ポジションを ガエタ・ノベラルディに奪われ、リーズのシーズン最終戦では、出場を拒否したためクラブから罰金を課された。2017年7月6日、バーンディー FC と4年契約を結んだ。2019年11月19日、2024年まで契約を延長した。ありがとうございます。